日本新潟県上越市下池部へ池部は、新潟県上越市の大技。旧首引群へ池部村、中首引群津有村、大技市も池部、高田市、大技市も池部。郵便番号は943-0119。高田平野の中央部、関川とその支流板川との間にあり、上越市のほぼ中央に位置する。北部で、上野田東部で、上、池東南部で、 吉岡、南部で、本神保及び、新保古神殿、西部で、富士塚、西北部で、町面及び、平成町と接する。住宅は、地内を、西北から東南に貫く新潟県道302号本、高津との目線沿いに集中し、両側に農地が広がる。南東部の畑地を除いて、農地のほとんどが水田であり、一部養豚が行われる。 郵便の父である前島密かの生誕地としても知られ、郵政資料館の文館である前島記念館が県道沿いの集落中央に存在する。かつては下池部とも書かれた。前島密か古くは越中国に属し、大法2年3月に越後国に編入されて、以降、廃藩地県まで越後国に属した。古くは単に池部、または池部と呼ばれた。 天正十一年に作成されたと推定される七月十三日付の増田ダテラシジュ城において、池江、天正十五年に作成されたと推定される本願寺、県予書上に池江村の記載が見られ、古くは上、池部と一村を構成していた。また、五百九十三年十二月十七日付の本願寺教ジョイン板五百九十四年六月七日付の 本願寺教授印版上にも当地域の記載が見られる。本願寺、県与書上によると、当時は下池部村より、本願寺に志納金の上納が行われている、ほか、新州門戸が孔を結成していた。江戸時代になると東に隣接する場所に新しく池部、村が改村され、慶長国営図においては里境を隔てて二つの池部、村が記載されているが、 後に新しく改装された、高津郷川を上池部村とし、津有郷川は下池部村となる。江戸時代初期には、高田藩領、天那元年からは天領。慶長国営図によれば、村高は302国余り、天那高朝によれば464国余り、天保校朝によれば、村高は470国とされる。また、江戸時代にはすでに中江養水を利用していたとみられる。 千八百八十九年に、下池部村は、首木群より、中首木郡となり、千八百九十九年の町村制志向により下、ね、池部村は、中首木郡ツアリ村、大技下池部となった。また、下池部村としては、最終年となる千八百八十八年の個数、人口は四十三個、二百七十九人であるが、千九百二十年になると三十八個、 157人となり、明治期と比較すると人口減少が見られる。1922年には前島記念館、1926年には前島記念池部郵便局が開局する。その後、合併により1955年には高田市の大技に、1971年からは上越市の大技となった。また、当時は郵便の父、前島ひそかが、 天保6年1月7日に生誕した土地である。前島に関する初期録が当地に建てられた前島記念館に収蔵されている。また、地内の名やステラ本堂は、慶長以前に建造されたものであり、下池部の名が見られる以前からの建造物と考えられる。隣接する地域に新しく改装された池部と区別するために下池部とした。 古くは下池部とも書いた。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。